セニョール・アビラは2013年から2018年に放送されたメキシコのテレビドラマシリーズ暗殺者としての裏の顔を持つサラリーマンの破滅を描く。制作はマルセロス・スラブッチとウォルター・スラブッチが務めトニー・ダルトンらが出演した。2013年5月26日から HBO ラテン・アメリカで放送が始まり2018年9月30日に 第4シリーズで完結した。日本では2020年6月29日からフールーで、日本語字幕、吹き替え版が配信される。ロベルト・アビラは妻子持ちで、中流階級の生命保険のセールスマン。しかし犯罪組織に身を置き、殺し屋として暗躍するという裏の顔を持つ。アビラが組織で出世するうちに問題が生じ、家族もろとも破滅へと向かっていく。 セニョール・アビラ主演のトニー・ダルトン。本作は、HBO ラテン・アメリカ・オリジナルズのルイス・エフ・ペラザ、ロベルト・リオス、ポール・ドラゴ、ガブリエラ・レミーレス、レモン・フィルムズのフェルナンド・ロブザール、ビリー・ロブザール、アレクシス・フリドマンらが、制作総指揮を務めている。ありがとうございます。